こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル2023年4月に閉店する札幌のお店。過去の閉店動画とオープン動画は説明欄にあります。そちらもご覧ください。9日に閉店しました、キリアコーヒー西区琴似に3条4丁目小林ビル1階。お店には4月ということで春らしいチューリップの折り紙がありました。 閉店のお知らせでございますオープンしたのが2019年の9月で感染症拡大のちょっと前なので本当に大変な時にオープンしたということになりますそんな中笑顔があふれる日々を過ごせて幸せでしたということと一度修行してまたこのコトニの地に戻ってくるそのようなことが書いてありましたまたね私もコトニに戻ってきたら利用したいなと思っております 続きまして10日に閉店しましたホテルクラビー札幌北二条東3丁目札幌ファクトリー西館オープンしたのが1993年で今年30周年でした2024年に新しいホテルとしてオープンするとのことですこのホテルを解体してではなくこのホテルをリニューアルして来年オープンするということでございます 20日閉店元祖札幌味噌焼き鳥鳥の助北十二条西四丁目正式名称結構長いですね私は鳥の助鳥の助と呼んでいましたこのあたりっていうのは今も昔も学生さんが多いのでね昔よく行ったなーっていうふうに思い出す方もいると思います鳥軟骨はよく見かけますけれども鳥膝軟骨って結構珍しいかなと思って見ていました 続きまして23日に閉店のネパールインド料理ララ北区北21条西4丁目コサビルの1階と2階でございます外観もこのように派手で個性的でございます19年間の営業でした ここからは先月あるいは最近閉店したお店でございますセブンイレブン旭川台場二条店札幌から国道12号線で旭川方向に行くとカムイコタンってあるんですけれどもそこを抜けてやっとお店があってトイレとかもね利用できるなぁと思ってよく行っていたセブンイレブンなんですけれども最近行ったら閉店していました 3月31日に閉店しました東高ストア北広島店内にあります食堂一級でございます3月31日をもって閉店することとなりましたとのことで私が行ったのはね30日だったと思うんですけれども最後にそばをいただきました続きまして3月11日に閉店しましたスカイブルーコーヒーロースターズ平和通り16丁目 2019年にオープンしました以前は実はセコーマートだったんですよねこの近くに JR 貨物の貨物ターミナルがあるんですけれどもよくね機関車を見に行った帰りにセコーマート行っていたのであコーヒー屋さんになってたんだなっていう記憶があります3月20日に閉店しましたジャージーファームス中央区南一条西17丁目シェール松岡1階 どんなお店だったかと言いますとハンバーグ、ハンバーガー、ソフトクリームの販売をしていたお店です3月25日に閉店しました食事処アジセン、手稲区、あけぼの5畳2丁目日替わりメニューが非常に評判良くて中でもオムレツが評判だったそうです3月26日に閉店しましたビクトリアステーション、清田店、清田区、新栄1畳2丁目 看板にビッグボーイと書いてますが、運営している会社はビクトリアと一緒でございます。このビッグボーイも以前はビクトリアでした。 3月31日に閉店しました。ライジング平岡、清田区平岡2条3丁目。オープンしたのが2005年でございます。なので、昔の昭和のパチンコ屋、電球がゴテゴテあってっていうデザインのパチンコ屋さんではなく、本当に最近のデザインのパチンコ屋さんでございます。31日、3月31日に閉店しました。 3月31日に閉店しました、殺到映画劇場、北十条東八丁目、大人向けの映画館でございます。非常に昭和レトロの渋い建物なので、一回行ってみようかなと思った方がいると思うんですけれども、大人向けの映画館だからね、なかなか入りづらかった、そういう方もいるかと思います。 札幌映画劇場は1955年に開館したんですが、1955年には札幌市に26の映画館がありました。ちなみに小樽には15、室蘭には10の映画館がありました。3月31日に閉店しました苗房カフェ北二条東11丁目、苗房駅の南側にあります。オープンしたのが2012年でございます。 2022年の11月に閉店しました平岸バッティングセンター。平岸1条16丁目。11月までのシーズンを終えて、今年4月から今シーズンをね、始めようと思ってマシンの整備をして始めようとはしたんですけれども、マシンが老朽化して使えないということで閉店したそうです。 このバッティングセンターの隣にゴルフ練習場がありまして運営者は一緒なんですよね。でこのバッティングセンターこの後どうなるんですかということに対しては駐車場になるかもしれませんしどうなるかわからないと言っていました、まあ、私はね予想を裏切って新しいマシンを導入してね復活したら面白いなぁなんて思っていました。 私個人としても長年よく行ってたバッティングセンターなんですよね、で私の動画でも去年、ですね、北海道のバッティングセンターっていう動画がありましてこのコインを入れるところとかマシンの、ね、バネのガランガランガランんていう音とかね、すごい昭和を感じるバッティングセンターだったのでちょっとまあ人一倍残念だなと思っております。 毎年このシーズンになると少年野球の人とか草野球でシーズン始まった人とかね結構カキンカキンって打ってるんですけれどもその姿を見ることはできませんでした。 3月31日に閉店しました、ジャノメミシン工業札幌支店、白石区本通り3丁目北。このレトロな、この文字とか看板とか素敵な建物ですよね。31日までの営業で、アフターサービスは別なところが引き受けますと書いてあります。この建物、今後ね、多分なくなるんじゃないかなと思って見ていました。 4月15日から休業の学生服のピープル青 o セリオノッポロ店休業ということなんですけれども何もない状態で本当にすっからかんの状態です、まあ、休業ってことはまたやるかもしれないということなんですけれどもやるかなどうかなってなった時にうーんとなったので今回、えー、動画にさせていただきました ちなみに休業しますとなってからしばらく経って、ひっそりと閉店するっていうパターンも実はものすごくたくさんあります。ここからは4月の閉店に戻ります。4月9日閉店、森本南郷通り店、白石区南郷7丁目、南6-12 閉店してすぐに解体が始まっていました。ご覧のように足場が組まれていて、壁なんかもね、破壊してそこに足場を組んでいる、そういう状態でした。後日再び見に行ったんですけれども、この写真より解体が進んでいる状態でございます。 この奥の方に張り紙があって閉店しますっていうのがね、まだ残っている、そういう状態でございます。近寄るとね、こういう崩れたやつが落ちてくる可能性があるので、黄色と黒の立ち入り禁止があります。15日閉店、札幌県南三条西10丁目。 プリンスホテルの近くでございます。オープンしたのが1975年ということで48年間の営業でした。48年前のこの辺りの景色ってどんな感じだったのか、この建物とラーメン屋さんは知ってるんですよね。お疲れ様でした。 21日閉店、ミセスデイジー白石店、白石区本通り6丁目。横から見ると、避尿器かまあ病院のビルって感じなんですけれども、横に入ると非常に派手なメルヘンなデザインの壁でした。22日閉店、スープカレーの田中さん、白石区平和通り1丁目北でございます。 北竜町にひまわりの砂糖という施設があるんですが、そこで7月と8月に営業をするということなんですけれども、その期間限定の営業が終わったら、もうそれ以降営業しないということでございます。この白石区のお店は、どうやら解体するらしいです。4月に閉店します、未確認ラーメン北区とんでん余剰3丁目。 私が来た時に杖をつきながらおばあちゃんがね、あの、このラーメンを食べに来たんですけれども、早くお店を閉めたのか、そのおばあちゃんね、残念そうに帰っていたのを覚えております。どうやら40年以上営業していたということでございます。20日閉店、エトピリカ、伊東洋稼働、と田店。エトピリカとは生活雑貨だとか、服を販売しているお店でした。 16日に移転のため閉店いたしました。ジャンパラ、北7条西5丁目、村川ビル1階、現在は北2条西 2, 2丁目のマルホビルというところに移転しました。4月に閉店することになりました。鶴屋、餅菓子保、小樽花園にあります。3月あたりまでは休業の張り紙が貼ってあったのを私もね、確認したんですけれども、閉店するということになりました。 創業は大正時代ということで、この木造の建物も本当に貴重で素敵ですし、この裏側の工房というかね、工場みたいなところもあるんですけれども、そちらもね、本当に素晴らしいので、残していただいて、何らかのね、活用していただきたいなと、私個人的には思っております。 23日閉店炭火ス,ステーキビーフインパクトテイネー前田店テイネ区前田6畳12丁目オープンしたのが2017年の7月でございますそんな感じで2023年4月に閉店する札幌のお店でしたありがとうございました